になるものさね。ワンガよ、くじけそうになったこと教えるからさ、皆さんそれ聞いて元気になってよ。もしさ、人に優しくしてもらえないんだったら、ワンガマイクロフォンの中から千葉よって言って取らすからね。まあ、今回に関しては自分に言うんだけどね。オッケー、それでは聞いてください。ありがとうって言われると思った。あのさ、全く知らんちゅうのよ、若い金髪の年齢がポケットからスマホ取り出すときにポケットから千円札を落としよったわけさ。え、ねえねえ、お金落としよったよって教えたわけ。そしたらこのお姉さん、お金拾ってと、ここからだよ、心臓弱い人気付けてよ。何見てるって言ったよ。ありがとうって言われると思ったら。ちょっと見て、ワンのまんまルーだった心よ、ドーナツみたいになってるよね。あの時からよ、僕の心の真ん中知りませんか、行方不明になりました。いや、しかもね、負けらんの、つまりよ。と、どんなね、元気になった、よかったね。ワンワンチブルフラフラするんだけどね。オッケー、お金にまつわるエピソードなんて言って、そんなつもりじゃなかったのによ。スーパーレジのスーパーで、はレジのスーパーで、なんだよ、ダッチブルフラフラしてるぞ俺。あのスーパーのレジでよ、お釣りの千円札取り忘れたおばあさんがいたわけよ。小銭だけ取って満足したんじゃねえの。お姉様、お釣りの千円忘れてましたよって渡したわけさ。そしたらこのおばあさん、ありがとうって言ってワンに2000円渡しよったよ。なんかごめん、いいことしたつもりだったのに、なんか悪いことした感じになったさ。おばあさんに言うには帳面で言ってよ。ワンね、やがて50歳の帳面で言ってワンに負けらんと、ちまりよ。と、安心や。以上です。昭和50年9月6日、受け取り
は受け取り人。あなた結婚されてます？はい。さつき。誰か。奥さんの名前、久高さつき。久保、うん、弥生。あ、白馬弥生。違う久保弥生。確かに白馬弥生さんも本当に素敵な方ですけどね。はい、では久保弥生さんを受け取り人にさせていただきます。受け取り人ってどういうこと？え、今保険の手続きしてますよ、ひょっとして。ご名答。ご名答じゃないよ。私のおすすめプランでご契約させていただきますね。印鑑お持ちですか？印鑑持ってるか。持ってないですよね。母印で大丈夫です。とか違う。あ、どうしよう、違うの、主肉持ってないな。そうでしょ、こんなことになってるんだから。そんなもんないでしょ。あった。え、いたたたた、傷口、ひどいな。いやいや、おかしいでしょ。OK です。 OK ですじゃない、はい、続きまして、告知をさせていただきます。告知って何？5年以内に大きな病気になったことありますか？ないです。3ヶ月以内に病院に行きましたか？今から行きます。まだ行ってないんで大丈夫ですね。本当に大丈夫なのか？今すぐだよ、今。はい、OK です。こちらの方、お客様控えになりますので、はい、大切に保管の方お願いします。いや、大切にしてないですよ、ぐちゃぐちゃにして。ポケット入れてこうね。アルミ切りを包んでる、アルミをぐちゃぐちゃにして、はい、OK。 はい、ではこちらの方で契約の手続き以上になります。なんか苦しい、なんか苦しい、おかしい。ガク。いや、お前も惹かれてたんかーい。血はごぼうが甘い。あてめて。正月旧盆、こっち美味しいね。帰りにおばが余ったから持っていけってタッパー渡すけど、ほとんどごぼう。ちなみに昆布とこんにゃくも同じくらい甘い。あてめて。二文字は三文字。あてめて。これまで何気なく見てた二文字、実は1、2、3文字だったんです。恐ろしいことに10文字、100文字、1000文字も3文字。でも不思議と11文字は4文字。あてめて。あなたは誕生日に生まれた。あてめて。
んのお父さんはおじいちゃん。あてめて。これはお母さんの部分をお父さんに変えても大丈夫です。お父さんのお父さんはおじいちゃん。ただ、お母さんのお父さんのお兄さんの妻のお父さんのお母さんはここ。お母さんのお父さんのお兄さんの妻のお父さんのお母さんはここ。あてや、なんだ。今日はこれで終わる予定でしたが、最後にもう一つだけ。これだけ、なんか弱い。されてたことがありまして、なんか妹がカップラーメン食べてる隣でステーキとか結構食べてたんですけれども、小学校の時ぐらいですかね、ガム噛んでたガムを天皇陛下に出しておばあのところ持って行ったことがあるんですよ、ね、そしたら、ね、おばあが可愛いって言ってくれました。それを見てた妹がまた同じことやってげんこつされてたりするんですよ。一番ひいきされてるなって感じたのが、市役所の広場みたいなところで犬の放流イベントみたいなのがあって、みんな犬持ち寄ってなんかわちゃわちゃしてるみたいなイベントがあるんですけれども、僕は犬飼ってなかったら猫にリードつけて連れて行ったことがあるんですよね。そしたら案の定猫に逃げられまして、ずっと探してもいなかったんで、あの、ね、一日中泣いてたんですよ。何を思ったのか、おばあがいとこから猫を取り上げて僕にくれたんですよ。多分いとこは3日ぐらい泣いてました。10代半ばになって、このおばあちゃんのうちに彼女を連れて行く機会がありまして、おばあ、彼女連れてきたよって言ったら、今日生まれなんじゃないのあんたって、もう発達したやろうかと思いました。おばあも変わってるんですけれども、おばあから生まれたお母さんももう少し変わってるんですって、小学校の時に、四捨五入って何人って聞いたら、そんな不謹慎なこと言わないでって言われて、枝葉は死者と死ぬものがごちゃになってるんでしょう。枝葉は堂々巡りのことは、肩で風切って歩くことって言ってましたから、僕の母さん。お母さんの辞書書かせた2ページで終わりますね。パンフレットみたいな。また少し時間あると思うので、例えばロマンチックな話で終わりたいと思います。デリバリーヘルスを読んだことがありまして、人妻超特急っていうデリバリーヘルスなんですけど、来るのがめちゃめちゃ早くてピンポーンってなって、覗き窓みたいなところから届いたら、芸能人でいたら誰とは言えないんですけど、蒸気機関士みたいなものが立ってました。発車しました。すいません、ありがとうございます。はい、さあ、どうも。うんち太郎君やりっくり花の中ぐすくからチャームカンカン無数用一平ゆたしくゆたしく逃げーサミナありっくりです。お願いします。お願いします。ひがさん、旅行に行くならやっぱり沖縄だよね。わたが生まれたこのフェール島内縄は自慢の島どうや。いや、沖縄に来てよかった。青い海、青い空、もう最高。次どこに遊びに行こうかな。今回の沖縄旅行、私にかけてみない？歌ってもいい？一曲だけだよ。タンタンタタンタンタンタカタカタンタンタン、我らは叫ぶ沖縄よ、我らのものだ沖縄は、沖縄を返せ、沖縄を返せ。
教えない。なんで？信用がない。私、ビーチパーティー率先して片付けしますよ。もう一声。沖縄県代表として甲子園春夏連覇した江南高校のメンバーと同じ学校に通ってました。江南高校？普天間自動車学校。面白いね。島娘って呼んで。沖縄案内する、ドライブしよっか。いいの？乗って。説明してもらっていい？Dが故障してて、Rしか入らなかった。ほら見て、沖縄の海綺麗でしょ。海見る余裕ないな。ブルーシールだ、アイス食べていこっか。運転に集中して。ああ、整備工場だ。よれ。酔ってくるの直せ。カチ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 。あ、いいよ、バックしながら追い越しもしてる。大事。後ろ向きに走ってるけど気持ちは前向きです。これが島育ちか。あ、赤信号。おお、バックしながら信号待ちしたら前の人と目が合うんだな。ハイタイ。気まずい。おお、すごい。どうした？ダパンプイッサの実家。個人タクシーかよ。有名人の実家過ごしてる個人タクシーかよ。もう降ります？え、もう降りるの？うん、あなたと出会えてよかった。こちらこそ。料金2700円ですね。個人タクシーでした。なしのさ、一平、平平みたい、安心や。ありがとうございました。はい、さい。普段、弁当屋をやりながら、お笑い芸人をやってる浦ちゃんって言います。よろしくお願いします。普段さ、毎日弁当屋をやってるといろんなお客さんがいるわけさ。で、面と向かっては愚痴を言えないので、今日はこの場を借りて愚痴を言わさせていただきます。弁当屋にさ、来たおじがいて、電話しながら弁当来て、弁当近くから見て、弁当を斜めから見るおじがいたわけさ。え、おじ、電話で喋りながら弁当見てるから弁当が全部つばついて、弁当斜めにっていうかもう縦になって汁汁汁。こんなおじいは腕の毛を多めにむしゃさせていただきたいと思います。おととい来たおじいはさ、誰もいない、誰もいないのに弁当取って、え、早く早く、え、おじい、なんであんなに急いでる、おじのくせに。ゆとり大切よ、ゆとり時代よ。こういったおじがさ、ちょっと耳が遠くなったふりをして気管パーします。ん、なんて、ん、なんて、なんてって。で、一週間前に来たおじがさ、弁当買って弁当レジに持ってきて、ひょいって、は、今弁当投げた、弁当投げつけた、しまいにはお金まで投げつけた。おじい、とんかつ弁当投げた、とんかつ弁当投げたら豚が怒るよ。お金も投げたね。決まりました、一回呪います、呪わさせていただきます。うん、呪います。近々椅子の角に痛めつけられます。いろいろなお客様がいらっしゃいます。少しだけ、少しだけでいいので僕たちに優しくしてください。はあ、すっきりした。ありがとうございました。腰に来るさ。腰じゃ
ぶどう剥き、くるくるクレープ、すくい伸ばして、いちご、生クリーム、バナナをトッピング、あぐー。かりー、かたい、のみー。のみ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 、くるくる巻いて、出来上がり、パク。何してるの？ずっと言わしてたんだけど。なんくるくる体操これ、流行らせたいの。体操なのに車エビとクレープ食べてるけど。めぐも一緒にやろうよ、なんくるくる体操第一。第3まであるよ。多くない？その前に宿題終わらせときたいんだけど。いいよ、1日ぐらい宿題休んでも。その休みはナクルクル体操に使いたくないんだけど。じゃあ行くよ、ナクルクル体操第2。全然話聞いてないし。つのつの生えてる鬼、鬼、鬼。こんな声めぐは置いといて。じゃあ行くよ、ナクルクル体操第2。ナクルクルクルじゃんけんだ、ナクルクルクルパー、ナクルクルクルチョキ、ナクルクルクルグー、何がクルクルじゃんけんぽい。勝ったんだけど。悔しい、負けたからメグの宿題手伝うよ。大丈夫、ねんねが手伝ったらいつもより時間かかりそうだから。じゃあ最後、ナクルクル体操第3行くよ。ナクルクル体操第3。プス、ウーキク。ナンクルクルクル手を伸ばし、クル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 、なんともないさ、なんとかなるさ、どうにかなるさ、えんよ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 、やさあさ。失敗は恐れず立ち向かおう。どこ見ていって。神々のところだよ。魔法の言葉、なんくるないさ。いつも一緒にやれるけど、今日は別にしようね。寂しい。なんくるないさんじゃないんだ。どうも、ありがとうございます、水さん。なんくるくるくる帰りましょう。もう少しよろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様でした。
皆さんもう帰らないでください。待ってください、待ってください。僕はですね、体操教室今日初めてなんです。やるのは山代の顔を食べようと思ってこう敬老会に来たんですよ。見てください、この島バナナマットが訳わらない格好して、見てください、これ山代、これどこでもらったの、これ那覇祭り、こんな覇祭り、あ、これ風船のやつ、こんなのどうでもいいよ、お前ファイヤーお前ファイヤーだ、もうちょっと、まあ、待ってください、帰りな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 さい、待ってください、待ってください、待ってください、はぁ、はぁ、おじいさん、あ、いやいやいや、おばさん、さっき車椅子取ってましたよね、車椅子取ってましたよね、車椅子投げないでください、ちょっと待ってください、車椅子置きましょう、車椅子置きましょう、はい、え、初めて車椅子からこのおばあさん立った、やましょう、体操教室の先生向いてるかもしれない。魔法使い、あなたの言う通り西の国を救ってまいりました。うん、無事勇者の試験を全てクリアしたようじゃな。よかろう、お主に魔王を倒すための伝説の武器を授ける。これじゃ。これはこんにゃくの剣じゃ。こんにゃくの剣、いや、うん、こんにゃくの剣は全部がこんにゃくでできているため、たとえこれで魔王を刺してもプルンとなって倒すことはできん。いら、他にない。そう言うと思ったわい。お主にはとっておきの武器を用意してある。これじゃ。これはこんにゃく畑の剣じゃ。こんにゃく畑の剣、関有名なマンガライフで製造されたこんにゃく畑をふんだんに使用。いや、うん、こんにゃく畑の剣は全部がこんにゃく畑でできているため、たとえこれで魔王を刺してもプルンとなって倒すことができる。いや、他にはないのか。糸こんにゃくの剣。いや、それはもうただの糸こんにゃくじゃないか。剣の形をとどめてない。おい魔法使い、話が違うじゃないか。私は西の国も救ってきた魔物もたくさん倒してきたんだぞ。他にもっと魔物はないのか。豆腐界はレフトもやしところ前里か。ここはもう株式会社前里に来てるのか。ねえ、うんじゃなくて豆腐界はレフトもやしこれ全部あの CM とかで見たことあるものばっかりじゃないか。太陽の剣は置いといて。太陽の剣がある。赤い光り輝くこの太陽の剣、これさえあれば簡単に魔王は。ジジイの足腰が強い。ジジイのフィジカルがしっかりしている。現役の勇者が落ちてもびくともしない。もうお前はこの剣使ってあの魔王を倒していけばいいのに。何を笑っているの。まだ気づかぬか若造よ。お主も愚かよの。どういうことだ。まさかお前が魔王だったのか。前里の社長です。前里の社長なんで、どういうことつまりあなたが勇者の試験、勇者試験だと思ってたのは前里の入社試験だった。いや、入社試験、俺知らない間に入社試験やってたんだ。ここ前里だったんだ。っていうかとにかくあなたは合格です。あ、そして合格。はい、あの入社祝いにこれを差し上げます。いらないです、いらないですし、このこんにゃく畑はこれ前里の商品じゃないでしょ。これは私がシンプルに好きなだけです。おお、すごっ、はい、生粋のこんにゃく好きってわけだ。
とにかくあなたは今日から勇者ではなく前里の社員です。社員か。まあ確かに勇者より収入安定してそうですからね、うん、派遣社員です。派遣社員やし、ブル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 、気持ちいい。どうもありがとうございました。
続いてね、おからですから、うん、ひじきとおから、はい、だいぶ美味しいですね。美味しいです。まあ、健康的でいいと思います。そうなんです、健康的なんですけど、病院8軒通ってんの。全然健康的じゃない。病院8軒も通ってんの。でもね、はい、おじいが病院通う話、僕聞きたくないんですよ。聞きたくない。僕トイプードル今度飼いたいんで、トイプードルの話していいですか。トイプードルって海に行くやつかな。うん、陸にいるやつです。あ、陸に犬です。あ、それです。はい、トイプードル飼いたいんで、トイプードルの話していいですか。いやいやいや、病院の話したい、したい、病院の話。かわいい、難しいですよ、このポーズ。ありがとうございます。寂しかったです。はい、ね、じゃあ、はい、じゃんけんしましょう。はい、僕が買ったらトイプードルの話、宇賀さんが買ったら病院の話しましょう。はい、いきますよ。じゃんけんぽい。予定通りなんです。あんまり言わなくていいです。適当に喜んどいて。はい、嬉しいさ。はい、よくできました。はい、じゃあね、病院の話しましょうか。はい、病院の話。病院何通ってるんですか。まずね、泌尿器科。泌尿器科いきなりですか。はい、あれですか、チンチンの病気ですか。そうなんです。まあ、皆さん、おねしょ一年生なんですよ。おねしょ、はい、23歳のおねしょはね、まあ、お笑いより心配が勝つ。あ、そう。でも、おむつとか履いてます。あ、ありがとう、いいヒントもらった。そしたら、もう泌尿器科も行かなくていいです。行かなくていい、これで一つ冷えた。あとね、精神科。精神科、うん、精神科、何かあったんですか。落ち着きがないってみんなに言われてるんです、60年間。それだけで精神科行ってるんですか。はい、心配して損しました。そう、そうなんですよ。あのね、有名なね、ビートたけしやね、明石家さんまさんなんかもね、ずっと落ち着きがないって書いてあったんだって、通信も、うん、私もそうなんだけど。あ、じゃあまずビートたけしさんつけましょう。申し訳ございませんでした。でもね、落ち着きないぐらいだったらね、精神科全然行かなくて大丈夫ですから、ね、行かなくていいかな。それも全然行かなくて大丈夫です。よかった、解決できた、ね、あとはね、整形と、うん、眼科と、あとなんだっけな。まあ、もうちょっといいです、病院の話。あんま聞いてられないですし、聞いててきついですから。あ、そう、病院の話面白くないですね。うん、あ、そう。でも、なぜ病院行かないの。あ、僕ですか。全然健康的なんで、僕も病院行かないですよ。でもね、行った方がいいの、心療内科。なんでですか。全然モテない病。なんすか、モテない病って。全然ね、女性にモテないんですよ。僕のことバカにしてます。してない、かわいそうになっちゃって。僕ね、今日トイプードルの話したんです。トイプードルかわいいね、とか、トイプードルモフモフだよね、とか、トイプードルの SNS 上げたやつ、だいたいうざいよね、とか、トイプードルメンヘラだよね、とか、トイプードル飼ってるやつ、そういう女って、なんかあれだよね、とか、お金持ってるふりするけど全然仕事してないねとか、そういう可愛い話したかったんです。はいはい、それなのに63歳のおじいにモテない病だろって言われて、おねしょするおじいに、僕今めっちゃ傷ついてるんですけど、精神科医ではどうするんですかって聞いてます。人の話、人の話聞かないのって嫌ですよね、皆さん。ずっとハンターだよ。あ、そう。私、あなたのことが大嫌いなんですけど。でも、こんなつまんない話、皆さん嫌ですよ。そんなことないですよね。そういうのはね、犬も食わないって言うんですよ。誰がうまいこと言うと思えば。ありがとうございました。気になる。どんなのニューノーマン、ラストカード
ードサバイバーって言うんだけど。どういうやつ？これはね、数字とマークが書かれたカードを使うんだけど、うん、そのカードを参加者に配って交互に取り合う。わぁ、最終的にババが出た人が負けん。いや、それババ抜き。ベリーポピュラーカードゲーム、This is ババ抜き。もうあるの？いや、あるから、わかるでしょ。カード、テイク、チェック、ババ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 。カード、テイク、やらなくていいから。ラストカードサバイバーの父。これじゃどうぞ、ビリどうぞ、バリエリア、ちゃんとしたやつ考えて。新しいダイエットなの？ダイエット、みんなナイススタイルになりたいからね。どうだよ、これはね、パンとか麺とかご飯を一切取らない斬新なダイエット。それ、炭水化物ダイエット。めちゃくちゃリバウンドするベリーデンジャラスダイエット。他も、3セットダイエットの違いを教えて。これはしっかり3食取るんだけど、日が暮れる夕方6時以降は何も食べない。いや、それ芸能人やりがちダイエット。戸田恵梨香、西野カナ、倖田來未、アンドモア、他も。全く何も食べずに、酵素ドリンクを飲むだけの。それファスティング、別名断食。名もなきインスタグラマーがやるベリー少年の中ダイエット。ダイエットの父。じゃあこちらどうぞ、ビリどうぞ、バレー。っていうか、お前、ダイエット発明する体型じゃない。ノベルシー。ノベルシー言ってね、もうやけろい。どうもありがとうございました。お願い、逮捕されました。
ついに採用